ミュミュとサイタンのハンナリ京都 TV どせ始まるよ。サイタン今日ねむっちゃいい感じのとこやで。本当に今日ね肉やねんけど、肉なんとねカフェテラスでバーベキューできんねん。お、いいね。いいやろ。ほんでご飯は釜で食べ放題。イエーイ、こちらのお店を今日はご紹介したいと思いますので、みんなの週はいついてこーい。ミュミュハンナリ京都 TV。 京都を中心に美味しいお店を紹介しています。食べて飲んですする、チャンネル登録よろしくお願いします。顔出し NG のお二人も今日はいらっしゃっております。場所は伏見区の深草になります。焼肉ホルモン釜炊きご飯オンザライス、いいやろこれ。ランチメニューご飯食べ放題、オープン記念、増量キャンペーン、肉丼、いいねいいね、かわいい、これね。こんにちは、お邪魔します。店長さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。見てくださいよこのおしゃれな感じ。中もこんな感じでね、めちゃくちゃねちょっとおしゃれな感じなんですよ。ほらキャー素敵。では奥の席に向かいたいと思います。こちらがランチメニューになります。このね、お米が最強に美味しいね。おすすめ的にはサラダバーつけてのお肉がおすすめ。あのサラダバー言ってもあのちっちゃなサラダバーね。があるから、うん、ドリンクもこんな感じでゆっくり夜も飲めます。限定のメニュー、今日はね、本日のおすすめ、これ、なんだっけ、ハラミ？ハラミじゃない、中落ちカルビ。今日は中落ちカルビがメインなので、4人ともこれにしました。で、こちらすごいのはね、ご飯、生卵、スープ付き、3種のタレでお好みのオンザライス。で、私たちはサラダバードリンクセット、300円。言いました。ちょっとすごくない？よくできました、うん、TikTok よりも上手。オンザライス、オンザライス。さあ、では今からサラダバーでサラダをかき集めていきたいと思います。かき集めようや、さやちゃん、かき集めてくるわ。こんな感じでサラダバーあります。さやたん入れてください。これいらない、これいらない、食べなさい。あ、マカロニサラダいる。さすがさやたん、ちょっと待って。何今のハラミの他にちょっと今日サービスでチケットを持ってたので、ハラミとサーロイン、サーロインじゃないわ、サロマ牛、サロマ牛カルビ。すごくないこれ。何がすごいってね、これね、お釜すごいよこれ。もうね、ランチとは思えへんこの野外感。リサポン、ご飯を、私のやつを山のように入れてください。おかわり自由なので。すごくないこれ、お釜でご飯来たね。ほらね、言わんでも分かっとるわ。はい、ママありがとう。ホタレ。いやーちょっと美味しそうやな。このね雰囲気が最高、ほんまに。この開放かぶっとこうや。うん、かぶった愛はまたまた。こたつもついてますこれ。こんな感じで本日のおすすめ、お肉が焼けるまでサラダから、さゆたん先生が入れてくれたおしゃれなサラダからいただきたいと思います。
いただきます。いただきます。ドリンク入れて300円、安くない？うん、めっちゃお得。大根やったこれ。うん、山芋やった。早速ご飯も食べたいと思います。お肉の前にここね、お店の名前がオンザライスだから、もやしをオンザライス。うん、夏のチャーハンのご飯ってほんと美味しいよね。いい感じに焼けてきましたよ。あるよ。え、この卵ってあれやろ、ご飯にかけてる。うん、めっちゃ美味しい。私的にはこの味噌だれおすすめやわ。うん、はい、レポッテレポッテ、うん、あっさり。うん、何で食べたの？焼肉だれ。味噌だれはさっき食べた。うんうん、見てこれ豪華やで。これ忙しいで、忙しいで、もう忙しいねんで。いや、これ食べるわ。オンザライス、何でもかんでもオンザライス。うん、よかった。うん、ご飯も入ってた。うん、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 めっちゃ美味しいな。はい、食べていい。うん、卵、卵をつけていただきたいと思います。私これ嫌なの、絶対に絶対に嫌なの。これ、これ何か知ってる？へその親で。へその緒の達人。へその緒の達人。取りました、へその緒。うん、花粉やばい。好きやん。卵こぼさはった。アホのケイちゃんがまた卵をこぼした。うん、ほら、出来上げ風、めっちゃ美味しい。出来たてこの温かいのでご飯めっちゃ美味しい。アホのケイちゃんも面倒見てはる。手が焼けます。手が焼けます。食べよう、ほら、出来てる。うん、美味しい。最後、卵かけご飯するし。ください、お母さん。はい、どうぞ。お母さんに教えてもらいます。え、いっぱい入れていいの？いっぱい入れんといても、どれだけ食べたか知ってるでしょ。どれだけ水がお腹の中に放り込んだか分かってるよね。2杯目はこんな感じです。まだご飯で食べや、シュシュ。上手にできたね。見てくださいよ、さゆたん先生も。僕のがないかな。朝ごはんですよ、朝ごはんですよ。ほら、朝ごはん、綺麗な卵が生まれました。生まれました。なんか突っ込んであげて。ちょっと今のは突っ込めないわ。やっぱりこぼした。これをご飯に。そうそう、わぁ、美味しそう。うなぎみたい。未完成の図。お肉がまだ焼けてないので、私はこの卵かけご飯から。うん、ちょっとタレビーって感じ。うん、薄い、薄いなの。うん、味噌だれを、絶対味噌だれがいいわ、それやっぱ。うん、そうかけて。どれぐらい？どうやって、いっぱい。オッケー、オッケー。今日のご飯あげてよかったよ。うん、あ、でも出たよな、でも。うん、うん、味噌だれ入れたらめちゃくちゃこれいい感じ。やっぱ合うわ。うん、うまい。待って、私2杯目。大ちゃん食べた？うん、うん、ごちそうさまでした。サイタンまだチビチビ食べております。2杯目？うん。ご
ごいよ、ね、だから言ったでしょ、穴が開いてるんです、救急車呼んでください。もうどん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 この下には流れてます。呼んだって呼んだって、もう救急車呼んだって、もうはよ、あともう10分後にはまたお腹減るから。うっとうしい言い方やな。減るからお腹減るから。そんな感じでサイダン先生と賢いリサさんとアホなケイちゃん4人組でお送りしておりますけども、ここオンザライス何でもかんでもこの釜のご飯にオンザライスして食べれる、そしてこの街中の開放感めっちゃ最高やで、めっちゃ最高やろ、うん、何だっけ、あ、オンザライスが気に入ってんねん、ちょっとオンザライス英語最近喋ってるから私外人だから。では皆さん、はい、さよたん、はい、お手手止めてごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。ミーミーとさよたんのはんなり京都 TV、 ぜひ皆さんチャンネル登録高評価コメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ではまた次回、バイバイ。1 2 3 come on